あれ、あのおじいちゃんは。まさか、自分で茶道具を探しに行ったのかな。私たちが以前見た記憶と同じように、地脈の力をもってしても、そう長くは存在できないのかもしれません。で、じゃあ、あの人が入れたお茶を飲めないのか。それに、さようならも言えてないぞ。地脈の中にある情報は、あまりにも複雑で無秩序。このように再び彼に会えたこと自体が、すでに貴重な縁にとも言えます。でも、せっかく茶道具もありますし、私がお茶を入れてみましょう。私は幾度となく、古山がお茶を入れる姿を見てきました。何も問題はないはずです。できました。飲んでみてください。お茶を入れているとき、なんだか、とても複雑な気持ちになりました。どう言い表せばいいのかわからないのですが。あなたの言う通りですね。今日は私の記憶を呼び覚ますものをたくさん見ることができました。そしてたくさんの人々のことを思い出しました。狐西宮、誠、それから私の目の前で去っていった友人たち。先ほどシャブ行でお二人に話したのは、どれも比較的軽い話でしたが、今度は少し重い話をしたいと思います。500年前のあの災厄は、私から狐西宮という友を奪っただけではなく、誠とも永別させたのです。彼女もその災難で亡くなったのか？はい。彼女は私に黙って、一人でカーンルイヤに向かいました。私とは異なり、誠は武芸に秀でてはいません。ですので、何か危機が訪れた時は、いつも私が代わりに出向いていました。しかし、あの時はどうしても私を置いていかなければならなかったようで。いえ、私を背後に隠したと言った方が正しいでしょう。私が気づいた頃にはもう、そうです。時すでに遅し、ただ次第に息が細くなっていく彼女を見ていることしかできませんでした。彼女はすでに意識を失っており、私は彼女の意識空間に入ること以外何もできなかったのです。あなたたちにとっては、あの一心浄土のような場所がそれに当たります。そこで、私たちは最後の別れをしました。同国する私は、彼女の考えを理解することも叶いませんでした。どうして、先にカンルイヤにたどり着いたのが私じゃなく彼女だったのか、どうして私に言わなかったのか、まさかかばうためだったとでも言うのか。私はそこで、永遠を追求すると決心したのです。その決意を示すため、私は彼女の崩壊しそうな意識空間をとどまらせ、稲妻へと持ち帰りました。そうだったのか。驚くことに、稲妻へ戻ると、陽光山の頂上に巨大な桜の木が現れていました。そう、あなたたちも知る、神王のことです。あなたと同じく、当時すべての人が当たり前のように、神王は昔からあったと言っていました。なぜ私が驚いているのか、全く理解できないような顔をしていたのを覚えています。誰も疑う者はいませんでした。神王の存在は、私の記憶と明らかに食い違いがあるのに、私だけがそれに気づけていたようなのです。結局私は、それがあの意識空間によって引き起こされた不思議な事象だと思うことにしました。神王の力を借り、私は稲妻で起きていた魔物の災いを鎮めることができました。なんだか、
もうオイラが理解できるレベルの話を超えててちんぷんかんぷんだぞ。ええ、彼女のこの大地と人々に対する情愛に比べれば私もまだまだです。もともとこの過去はもう二度と口にはしないと決めていました。決別を直視するのはとても苦しいことですから。ですが、苦味のあるお茶を喉に通せば甘い後味がついてきます。そろそろ全てを直視すべき時が来たのだと、そう思ったのです。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ。だったら妹さん、そうですね、あなたが家族を探していることは聞いていましたが、まさかその彼女もカーン・ルイヤの災いと関係が？オイラたちが知る限りではどうやら関係してるみたいなんだ。すみません、私もその全てを直接見たわけではありません。あそこに着いた時、凄惨な戦いはすでに終わりを迎えていました。それにあの時、私の心は完全に稲妻と親しい者たちの不幸によって埋め尽くされていましたので、おそらくあなたたちの役に立つ話はできません。そうか、残念だな。でも仕方ないか、エイにも同じように悲しい過去があったんだな。最後の一杯は茶人に捧げましょう。再び出会う機会をくれたこの運命に深い感謝を。じゃあ引き続き痕跡を追いかけようぜ。ええ、事前の調査によれば次の魔物が最後の群れとなります。